イタリアンドレッシングはアメリカ料理及びカナダ料理におけるビネグレットソースタイプのサラダドレッシングで水酢、またはレモン汁、植物油、みじん切りにしたピーマン、砂糖、またはコーンシロップ、複数種類を合わせたハーブ、オレガノ、フェンネル、イノンド、食塩などを加えて作る。香りを高めるために玉ねぎやニンニクを使うことも多い。瓶詰めの商品を買うか。 乾燥させた野菜とハーブをミックスしたものに油や酢を混ぜて調整することが多い。北アメリカ式のイタリアンドレッシングはイタリア本国では使われず、イタリアではサラダにオリーブオイル、塩、食卓に置かれたブラックペッパーをかけるのが一般的で、既製品のビネグレットソースは使わない。イタリアンドレッシングは肉のつけダレや炒め物、サンドイッチにも使われる。 パスタサラダにも時折使われる。イタリアンドレッシングのカロリーは商品によって大きく異なる。イタリアンドレッシングの一種であるクリーミーイタリアンはイタリアンドレッシングと同じ具材からできているがバターミルクまたはマヨネーズを加えてクリーミーに仕上げている。基本的なイタリアンドレッシングはレモン汁酸に対してオリーブオイル10を用意し塩と胡椒を 少々加えてよく混ぜて作ることができる。エクストラバージンオリーブオイルを使えばより香り高いイタリアンドレッシングになる。ありがとうございます。